ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので、安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。ご飯も食べまして、ご飯も食べまして、後半でございます。はい、前半はじゅんさん45、私45、私は46、50、おおですね。まあそうですね、今のところ私は目標通り、目標通り90前半で、うん、おお、そうだね。こんな感じでボギーペース、うん、着々と、ま、私はちょっとまだ当たりがやっぱり良かったり悪かったりっていう感じで、うんうん、うろうろしているので、この調子でいけばまあ100以内に収まったら嬉しいですし、ね、切れそうだけどね、うんうんうん、頑張ります。はい、はい、じゃあ後半もお願いします。はい、お願いします。ボールよし、お願いします。レディーファーストですから。レディーは L じゃなくレディー、用意、ね、ね、そうレディー、お願いします。1番ホールパー4、290ヤード。オッケーオッケー、フェアウェイで、うん、すごい綺麗なゴルフ場だ。てか太陽が出て急に暖かくて嬉しいです。ほんと、あんなところにバンカーを作る設計者の気持ち。また。私も右行った。あ、でもナイス。降りてきてますかね。落ちてきてると思う。よし。オッケー。オッケー。ちょっとダッシュで行きましょう。はい、この後ろからの見返り美人アングル、あっ、これはちょっと振り返らないでね、そういう事故っちゃった。あ、痛い痛い。最近はね、なんかこうカートの事故も多いみたいなので、皆さん安全運転で。よさみきましです。ゴルフのマナーすごい爽やかだった。ゴルフのマナーについてもやっぱさ、確かに私たちあのゴルフチャンネルの代表としては、そうですね、はい、あれ、あきちゃん、あ、上ですね。あきさん、バンカーなんでね。うまい、いいかな。あ、大丈夫、右に行ってるからちょうど。あ、よかった。ナイスショー、マリリン、ナイスショー。ナイス。これはやっぱ出すんですか。いやでも8番でちょっとスラみたいな、うん、スライス、あ、でもこっち行けそう。そうなんだよね、巻くこっちから。いやでも、ね、すごいね、巻こうって、巻いてみる、うん、巻いてみる。でも前のやつにぶつかりそう。まあ、いっか、怪我しないでください、はい、看護師っぽいね。あ、うまい、うまっ。そっちの木だだよね、もうちょっと早く曲がらなきゃいけるかな。でもナイスフェアウェイ、まあ、いっか、うん、ナイス、ありがとうございます。かっこいい、かっこいい、かっこいい。先にマリリンの取ります。何番、ピッチング、ピッチング、あー、やばい、左、ちょい左。おー、でもナイスオン、ナイス、ナイスオン。私ちょっと大きいかもしれないけど、6番で打ちます。はい、うん、ナイス、軽く打ったけど、どうか、お、ちょっと右だった。今だいぶでも弱めて打ったってこと。うん、ちょっと大きいかなと思って、6番で、うん、
軽く55ヤード。おお、なあ、下手。惜しい。木の上。軽く。時間結構。ここ、ちょっとね。はい、ありがとうございます。よし。パターでもよかったかもね。パターは難しくない？でもここ。ここね。うん。ちょっと、うん、惜しい。オッケー。全然弱い。いや、いいよ。オッケー。ありがとうございます。2番ホール、パー4、309ヤードです。ナイスー。まっすぐ。どうぞ。行きます。おー、大丈夫。なし。うん。うん。よし。いい音。あー、でも私も左行っちゃった。そこら辺何もないといいですね。うん、あのバンカー届いてるかな。バンカー欲しいんだ。綺麗。お、跳ねましたね。転がってきた。いい子。150ぐらい。うん、で5番ユーティリティ。はい、5番ユーティリティ。おお、ナイスショー、まっすぐ。めっちゃいい球出ますね。え、めちゃくちゃ、うわ、もっとあったのかな。ナイス、そのライからすごい。結構今しっかり打ったんだけど。うん、ユーティリティであのまっすぐ飛ばせるのすごい。ありがとうございます。何番ですか？6番です。6番。レイアップ。うん、いい球。うん、本当は距離が出にくかったね。3番目でオンできれば。うん、もう1個かぎ。80か、一番難しいんだよな。クラブがなくて。ピンちょっと奥。ピッチング、はい。ちょっと左だけど、お、でもでも、あ、よかった。うん、距離はぴったり。バンカーの間にいるね。ナイス。左向いてた？いや、そうでもない。うん、ベルの左に出たぐらいかな。うんうん、ちょびっと。いい感じ。ナイス。いいとこ来てそう。ミカプロのミカプロの練習のおかげかも。生きている。ありがとうございます。うまい、うまい。ナイスアプローチ。うん、うん、ナイスオン。ナイス。オッケー。ありがとうございます。なんかこれ旗が斜めてるだけだよね。でも多分こうだと思う。そうだよね、うん、すごい斜めてるね。刺さった。ありがとう。あ、もっともっと頑張れ。オッケー。
ナイスイン。パーです。ナイスパーです。ありがとうございます。やっとパー。波に乗ってきました？いや、まだわかんない。あ、ありがとう。寒いとダメな、私。暖かくなってきたんで、こっからですかね。こっからですね。3番ホール。3番ホールのパー3。30ヤード。パー3。本当に限るかな？でもやってみるか。よし。6番アイアンで。6番アイアン。130ヤードのパー3で。120ないとダメだから。うん。距離で120ね。めちゃくちゃかも。楽しそう。いい。ゴー。ダメだ、トップしちゃった。足りない。あー。カモが笑ってるよ。ゴー。ガビー。ガビジュンガモがいる。お、いいよ、めちゃくちゃいい。ナイス。おお。ナイ、あ、ナイス。ナイス。え、今全然顔動かなくてすっごい綺麗だったよ。あ、本当？うん。ナイスです。6番アイアンです。はい。ナイス。届け。うわあ、さすがです。素晴らしい。さすが、めっちゃ寄ってる。寄ってる。ナイス。ありがとうございます。打ち方を自分の打ち方に変えました。あとトイレ行っといたの良かったのかな。あ、トイレね。うん、今日より一層純さんのことを目標にしそうだ。あ、お。マリーもナイスショットだったね今。当たりめっちゃ良かった。すっごい良かった。今だってジャンプしなかったんだよ。あ、違いました？うん。そうなんだ。これをなんかこうやっぱり自分でしたかしてないかとかを今気づけてないから、うん、それがもうちょっとこう分かってくると変わってくるんだろうな。で、きっとね、マリリーまた動画見て、うん、その動画見ながらすっごい練習場通うんだよ。ここがこうだからって、その分析をすごい私 LINE に長文で送ってくれて、私分かったの、ここのここが早くてとかって。マジで？そう、あの動画付きで送ってきてくれる、私に。そこにこう線とか書いてやるんだ。ここがこうでしょとかって、私もここがダメだと思うみたいな。やばい、やりがち。目先で池ポチョしたのでここへ行きます。うまいな。転がれ、止まっちゃうよね。こういう時は多分アプローチウェッジを使った方が、あ、転がすのいいね。そうで、登ってるじゃん、うん、距離あるから、うん、打てないんだよね。あれ以上打てなくない？うん、打てない。でもあれぐらいの感じで打って転がっていく風の方が、確かにもうちょっとね、気持ち的には寄ってく。そうなの。なんで58持ったんだろう。でもわかるけど。ただやっぱアプローチウェッジの方が、そうだね、気持ち的には多分パターでいいの？引けなさそうかな。使ってみる58。重たいってなるよね。でもこれでいく。はい、これだね。うまいけどね。おー、ナイス。バリにはすごい下ってるから、うん、意外と冒険しないタイプなんですね、うん、意外と。おお、やった。めちゃ強気だったよね。入ってなかったら絶対入れるって言ったんだけど、確かに結構曲がったよね。うん、弱っ。惜しい。OK です。パーです。ナイスパー。もうビビっちゃったわ。
OK です。ありがとうございます。はい、転がりがね、転がりがね、もう一転足りない、もう一転、またもうちょっと打とうってなるとピューンっていっちゃうから、あ、そこのさじ加減難しいよね。でも超えない限りは入んないし、そうだよね、ちょっとさっきの私のはちょっとまぐれもまぐれでいいとこだったな。カシャーンカシャーン、気持ちよく入ったね、うん、よかったよかった、あれだけこう確かに入ったから、うん、thank you.